いや、黄昏の女王アズラ様に仕える筆頭預言者のレア・オパカリウスから緊急の伝言を預かっている。直接レア様と話した方がいい。ここでは監視の目が多すぎるからな。彼女はウェイレストにあるクラウディ・ドレッグの宿で待っている。知性過剰なフォアボールを信用したことなどない。彼女がエルデンの木で見つかると思っていることは。誰も治療してくれないの。ハーブ、異物、見当もつかないね。彼女の遺体はギルドに引き渡してもらいたいもんだ。目の騎士団がお前の手を借りたがっている。セオゴラスの呪いを受けたデードラの遺物が各地に出没し始めている。マッドゴッドに抗い、そうした遺物を回収する気はあるか。もちろんお前の手が空いていればの話だが。マッドマンの聖杯はそこから飲む者に正常な狂気を与える。どういう意味かはわからないが、セオゴラスの信者へ渡すわけにはいかない。騎士団はそれがリフトの獅子の巣にあることを突き止めた。回収する際にはくれぐれも注意するように。いらっしゃい。書の中にあった呪文を解読したわ。シェオゴラスの最初の試練に向けた準備はいい？それはよかった。シャリドールと仕事をするのは興味深いわよ。あの書を読むことはできないけど、彼は欠かすことのできない人材なの。私はあの書に隠された何重もの意味を読み解かなければならないけど。そうよ、アークメイジと話しなさい。彼はこれから先の試練について考えているわ。私は頑張りすぎてまだ少し力を吸い取られたような感じなの。だから彼がシバリングアイルズへ通じるポータルを開いてくれる。アーリエルが足取りを見守りますように。私はこの計画をとても楽しみにしている。
シャリドールの聖域はタムリエルの全ての魔術師に恩恵となる。ギルドマスターのバヌスでさえ私たちの仕事に賛同してくれているわ。聞いてくれて嬉しいわ。表面的にはストーンフォールのダンマーの土地の子供部屋についての簡単な本に見えるの。表面的にはね。それはもう、それぞれの話には隠された意味があるの。アルケインの伝承を参照すると歴史の真相に姿を変えるのよ。書の秘密を全て解き明かすのは魅力的だったわ。シェオゴラスは確かにおかしいけど天才でもあるのね。あまり知らないの。オブリビオンを覗き見て感触をつかもうとしたけど何も見えなかった。ただ強く故郷に帰りたいという思いに包まれただけ。私はたくさんのハイエルフがいるところから来た。サマーセット諸島の美しい緑色の海岸、故郷のピンクの花弁とそよ風のことをよく考えるわ。でもなぜ今日そんな記憶が蘇ってくるのかよくわからないの。もちろんよ、私のために遺跡を調査していて、あなたはアークメイジのシャリドールに気に入られた。あらゆる魔術師の古代の守護者にね。私たちは彼と一緒にマッドゴッドシェオゴラスの試練をくぐり抜け、シャリドールの失われた聖域を取り戻したのよ。素直に嬉しいわ。彼は直に歴史に立ち会った視点から魅惑的な歴史観を持っているの。それに深い謎めいた知識は、そうね、自分が再び見習いに戻ったような気分よ。私自身とアークメイジの間に見えるものは私たち以外の誰にも存在しないもの。あなたや他の人の質問に答える必要はないわ。かがり火は用意されている。バラステが正確に準備したのだ。もちろん私の指示に従ってだが、かの地に直接ポータルを開くには問題がある。だからこれを補助のアンカーとして作り出した。間違いなくシェオゴラスの策略だ。次回にはこの問題は解決しているはずだ。時間ぴったりだな。おかえり。もう来ないんじゃないかと思い始めていたところだ。私の主はどうも私がイライラするのを見て楽しんでいるようだな。お前は書を手に入れるために来たのだろう。あの人間のために。シャリドールとか言ったか。少し待て。シェオゴラス様はまずお前に一仕事してもらいたいとのことだ。力量を示すために。彼はある一対のアイテムを置き忘れたそうだ。取り戻さなければならない。フォークと杖だ。なるべく急いでくれ。我が主は私を待たせて面白がぬが、ご自身は大して辛抱強くないのでな。お前のためポータルを開いておいた。フォークの場所に直接行けるはずだ。暇がある時にでもと言いたいところだが、お前より私の方が暇そうだな。家宝だ。我が主が大層お気に入りなのだ。思うにちょっと魔力があったりするのだろう。私は知らないし、シェオゴラス様に尋ねることもない。そのフォークは周囲のマジカを活性化し、その作用を強める。お前よりも優れた誰かがそれを手にした時、劇的な結果をもたらすこともあろう。お前の手にあるとローストビーフを口に運ぶのが似合っているな。
一度嗅いだら忘れられない匂いだ。ドラゴンプリーストの墓だな。彼が集めた宝物を見ろ。フォークもここにあるかもな。あの箱だ。多分フォークが中にある。私から盗む気か、クリフボス・アーク。ああ、コルソールは我が司祭が始末するだろう。ルフト・ディヌキ、影が動いている。気をつけろ。奴らだ。構わん、来い。私自ら相手してやろう。あそこだ。氷の障壁が下がった。通れるぞ。
ああ、そこにいたか。フォークは私のものだ。お前にはやらんぞ。ゲル。破壊しろ。フォークを手に入れたようだな。なかなか実力があるじゃないか。見事と言ってもいい。今度は杖だ。前に話した時、我が主は砂漠の砂の不快感を思い出していた。きっとハンマーフェルのどこかにあると思う。乾燥して朽ち果てたマリール王子の手の中に。ヨクダの大釜ことマリール・アルアキル王子、当時は恐るべき戦士だった。それは千年以上前の話だ。だが今も恐ろしい。予想した通りだ。これも使者たちのための安息所だ。シェオゴラスはねじれたユーモアを持っているな。これがアサカラネクロポリス、マリール王子の眠る地だ。ヨクダの大釜としても知られているものだ。王子の部下は狡猾だった。彼の眠る地を守るために魔法の封印を作った。ヨクダの像を観察してみろ。それぞれの像の兜にはクリスタルが、足元には封印がある。ここで大気中に渦巻くエキスが見えるか。そのエネルギーを使えばキーストーンの封印を解除できるだろう。さあ、お前を通り抜けていくエキスを集めることのできるオーラを授けてやろう。小さなエキスをできるだけ多く集めるのだ。近くの像のスカラベの封印を解除できるはずだ。あとの2つについてはこれから考えよう。この場所は素晴らしい。古代のレッドガードは多くを成し遂げた気高い民だったのだな。何を聞きたいのかな。アリクルが攻撃を受けている。
資料術師の教団が正常な衰退と生死の流れを破壊した。かつてマリールに仕えていた使者たちが今は彼の墓に向かっている。近寄って集めるだけでいい。エキスを像に注ぐ用意ができるまで私の魔法がエキスをお前と結びつける。忘れるな、同時に集められるのは4つまでだ。像の下にマリール王子の軍の死体が葬られている。彼らのエキスが砂の下からふつふつと湧き上がり、アリクルを脅かす危険によって今日解き放たれたのだ。まさにそうだ。目の前に見える小さなエキスがオレンジや緑のクリスタルで像に力を与える。この施設の入り口近くの像だ。後ろにある2体の像に力を与える方法はこれから考えよう。あるようだな。スカラベの封印の一つに注ぎ込め。私の眠りを妨げるのは誰だ。あと4つ集めるぞ。最後の4つだ。残りの封印に注ぎ込め。お前に我が将軍たちを倒すことはできない。迷信深い魔術師嫌いにしてはこの場所は芸術作品だな。渓谷の壁の中にある道にあった。砂の障壁を観察してみたか。王子の将軍たちが中で待っていると思うのだ。あのエキスがあれば後の2体の像を動かすのには十分すぎる。実に単純なことだ。像の足元の封印はサソリとクモの衣装。これはマリールの大将軍サーディナとラショムタが使っていた霊魂のトーテムだ。
様のためにラショムタの像には雲の封印の印がついている。カーディナの像には足元にサソリの封印がある。クリスタルが力強く音を立てて中央に行くんだ。そこでマリール王子の墳墓の鍵を探せ。よくも我が墓を開けたな。ならば大釜の刃を味わうがいい。打ち手上げ、お前に杖は渡さん。絶対にだ。手に入れよう。マリール王子の墳墓はもう開いているはずだ。おそらくハスキルが外で待っているのだろう。行こう。Thank you.
また手に入れたようだな。大変よろしい。お前をアイルズに戻すように指示されている。我が主からお前に話があるだろう。ああ、時間ぴったりだな。お帰り。ミロハスキル、フォーキーちゃんが帰ってきたぞ。また会えるなんて最高だ。ああ、お前にも会えて嬉しいぞ。ちょっとだけな。素晴らしい。すぐに手にフォーキー。ああフォーキー、お前がいなくてどんなに寂しかったことか。もう二度と離さないぞ。また抱きしめることができるなんて寒い芋が立つ。ああワバジャック、ホコリだらけの墓で長い間マリールに掴まれていたとは。ああ試してみたらどうだ。手に取ってそこのいかにも成人のような感じで使ってみないか。お前の可愛い情妙の頭を悩ます必要はない。ワバジャックは誰の可能性でも解き放つのだ。まだ気づかれていない、うちに満ち脈打つ芸術的な美の本質を。そら、書が欲しいのだろう。誰かをワバジャックで打つんだ。私も冒険に出られたらな。ちょっと錆びついてるが悪くないぞ。お前ら上妙の者が全く理解できんものをいじくり回しているのを見るとおかしくてしょうがない。さてそいつを返してもらおうか。それから約束通り賞をあげよう。さあ受け取るといい。
それを手にすればタムリエルにまっすぐ戻れる。本の運び方は面白いぞ。ただ息を止めて目を閉じればいい。そして数を数えろ。100万までだったかな。戻ってきたのね。二つ目の書は手に入れた。それは良かったわ。楽しい殺しのサーカス、すごい題名。すぐに調査を始めるわね。早く読んでみたいわ。